薄泥泥、己賠孝。幽霊の家柄でいて、幽霊種がないというのは、ちと妙なものですが、実際私の経験という方から言っては、幽霊団皆無と言ってもいいのです。もっともこれは幽霊でない夢のことですが、私を育ててくれた乳母が名古屋にいまして、私が子どものうちに銀杏が好きでしようがないものだから、 東京へ来てもわざわざ心にかけて送ってくれるああ乳母の好意だと思っていつもおいしく食べているとある年のこと乳母が病気で今度は助からないかもしれないと言ってきたするとこれが夢に来て私に銀杏を持ってきてくれたと思うと目を覚ましたがやがて銀杏が小包みで届いてきた送ればせにまた乳母の死んだという知らせがそこへ来たので 夢のことを思ってゾッとしたことがありましたそれから個人の不尺が親父菊五郎のところへ訪ねてきたことこれは宮古新聞の人に話しましたからあっちへ出たのをまたお話しするのもおかしいからよします死んだ親父はご承知の通りずいぶん幽霊者をしましたがある時大磯の海岸を夜歩いて行くとあのザーザーという波の音がなんとなくすごいので 今までに浜辺の幽霊というものをやったことがないから、いつかやってみたいものだと言っていました。そのことを、その後、ふとごひいきをこうむる三井洋之助さんにお話しすると、いや、それはいけない。幽霊の陰に対しては、相手は陽のものでなくてはいけない。夜の海は陰のものだから、そこへ幽霊を出しては、かえって凄みがない。とおっしゃいました。親父はなるほどと思って 浜辺の幽霊はオクラになってしまいました。話は一向まとまらないが、観忍してください。ご承知の通り私どもは、団蔵さんを頭に、小間蔵さんや市村うざえもんと、東京座で四つ屋会談をいたします。これまで、じじいの梅樹さんがした時から、親父の時とも、この四つ屋をするとは、きっと怪しいことがあるというので、いつでもいつでも、その芝居に関係のあるものは、 みんなおっかなびっくりでおりますので、中にはずいぶん正体見たりかれおばなというようなものもあります。しかし、実際を言うと、私も臆病なので、ちょうど前月の30日の晩です、10時ごろ、四谷のお岩様の役の書き抜きを読みながら、弟子や家内などと一緒に座敷にいますと、時々に頭の上の電気がぽーっと消える。おかしいなと思って 誰か立ってホヤの具合を見ようとすると手をつけないうちにまたポーとつくそれでいて茶の間や他の間の電気はそんなことはないのではじめ怪しいと思ったのも2度目3度目にはおじけがついて「おいもうよそうなんだか薄気味が悪いから」とよしたくらいでした四谷の芝居といえば13年前に親父が歌舞伎座でした時の「伊右衛門は八百蔵さんでしたが」 お岩様の罰だと言って足に種物ができたことがありました今度私に付きあって家紋をするのは駒蔵さんですが自分は何ともないが細君の目の下に種物ができてこれが少し腫れているところへ藍いがかった色の公約を貼っているので檻からなんだか君をよく思っていないところへある晩駒蔵さんが2階へ行こうとはしごへかかる細君はまた脅かす気でも何でもなく 上から降りてくるその顔に薄く明かりが差して例の種物が見えたのでさすがの小間蔵さんもちょっとゾッとしたということですまた東京座も初日になるとそのような意味の階段もありましょうけれどもまあまあ今申し上げるお話はこのくらいなものです